こんにちは、浦山敦です。今回は市販のシャンプーと美容室のシャンプーの違いについてお話したいと思います。市販のシャンプーの特徴は泡立ちが多くて洗浄力が強く、コンディショニング成分もたっぷり配合しています。なので指通りが良くて洗いやすいですが、すすぎが悪いと髪に残り、かゆみや汚れの原因になることもあります。これに対して美容室で扱うシャンプーの特徴は低刺激の洗浄成分で作られていることが多く、髪に優しいけれどきっちり洗い上げます。またペーハーコントロール、カラーなどの色褪せることを防止する退色防止、アミノ酸やタンパク質の補給効果など、カラーやパーマをきれいに保つための役割があるのです。以上が市販のシャンプーと美容室のシャンプーの特徴の違いでした。では